ラッパパブルーブラッドブルドッグアルパハ。ブルーブラッドブルドッグはアメリカ合衆国のジョージア州原産のブルドッグ犬種である。旧称はプランテーションドッグ。本種の名犬の名前にちなんで夫と,という愛称でも呼ばれる。犬種名のアルパハは原産地付近に流れるアルパハ川にちなんで付けられたものである。18世紀にイギリスから作業犬として輸入された。 オールドイングリッシュブルドッグの直系の子孫である。元々の仕事は非人道的なもので、バイソンいじめを行って、バイソンを殴り殺したり、プランテーションで働く奴隷を監視し、それが手を止めてしまった際、押し置きと称して、虐待を行うのに使われていた。しかし、奴隷の解放や、人身的な倫理観などにより、これは良くないという見方が広まり、19世紀以降は、 農場の番犬としてのみ使われるようになった。それに加えて人をも襲うような同盟性が薄められ、名前もプランテーションドッグから、現在のアルパハブルーブラッドブルドッグの名に、改名された。そのような歴史から、悪者の犬としてのイメージが強かったが、本種の先祖となった犬である、オットー号の中堅ぶりが再評価されたり、ガードドッグとして何があっても、 任務を遂行したヘンリー号の活躍により、そのイメージは少しずつ払拭されていった。オットー号は、米版の中堅八高とも言える犬で、主人が電車事故により帰らぬ人となってしまうと、誰かに教えられたわけでもないのに、主人の墓を見つけ出し、毎日そこへ通い続けた。そしてオトー自身が死去するまで10年以上もの、間墓参りを日課とし、死後は、 主人の墓の近くに葬られたという。この話は、中堅八甲や、グレイフライヤーズ、ボビーの話を元にした虚実ではないかと言われてきたが、時系列が合わないなどの理由で、否定的な見方はかり捨てる説となっている。オッゴー号は実在の犬であるが、本当に中堅であったのか、真偽のほどは、今もよくわかっていない。上記の中堅オッゴー号の他にも、 もう一頭本種の歴史上で伝説の名犬として語られている犬がいる。その犬はヘンリー号といい、気質の通り、いかなることがあってもガードドッグとしての使命を果たしたことで有名になった。ヘンリー号は主人の所持する大きな倉庫を見張るためのガードドッグとして配置され、そこに侵入する泥棒や害獣から荷物を守っていた。伝わっている武勇伝は、 三段銃を持った犯人がヘンリー号の主人を人質とし倉庫に立てこもった事件が発生した時のことなどがある。この時ヘンリー号は倉庫の外からガラスを破って中に入り犯人を押し倒して確保し主人の命を守ったと伝えられている。この事件によりヘンリー号は体中に激しい切り傷を負い銃弾を一発受けて重傷になったが 主人はほんの少しのかすり傷程度で済み、無事であった。この他にも、本種の名犬団は数多く伝えられているが、確かなと確実に異形が証明されているのは、この2匹だけである。現在も愛好家の手によって大切に保護されているが、もとより貴重な犬種であり、2007年の時点で、世界中で200頭前後しか存在していない。ほぼすべての犬が、アメリカ国内、 ジョージア州またはその周辺でのみ飼育されている。多くは現在も実用犬として使われている。ちなみに本種は希少な保護種であるため、先祖オールド・イングリッシュブルドッグを復元する目的で作出が行われているオールディ・イングリッシュブルドッグス系の犬種を作るためのプロジェクトには使用されていない。その姿は先祖であるオールド・イングリッシュブルドッグによく似ている。 頭部は小さめで、マズルのつぶれは少なく、噛み合わせも正常である。顎の力は強い。首は太く、胸が広い。筋骨隆々の、がっしりした体格をしていて、足は長く少しが二股だが、運動神経は抜群である。耳は、ボタン耳、尾は、飾り毛のない先細りの垂れを。コートは、スムースコートで、毛色はホワイトを打として、ブラック、ブルー、ブラウン。 アフのいずれかの色のブチが入ったもの。体高56から66センチメートル。体重はオス34から43キログラム。メス27から32キログラムの大型犬で。性格は、主人家族に対しては忠実で優しいが、有毛果敢で、防衛本能が高い。力が強いため、飼育の際にはしっかりとした訓練を行う必要がある。運動量は多いが、 ブルドッグ系の研修であるため太りやすいので、食事の管理も欠かせない。かかりやすい病気は難攻外過調症や呼吸器疾患、皮膚疾患や股関節形成不全などがある。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓薬性分動振興者、2007年。ありがとうございます。